ラグビーのトップリーグ第3節が10日に行われました。このうち開幕2連勝同士のヤマハ発動機とサニックスの試合が佐賀県総合運動場で行われました。この日は佐賀工業高校出身の太田尾達彦選手や山村亮選手、中園慎二選手らの活躍が光り、ヤマハ発動機が43対10でサニックスに圧勝しました。試合後の太田尾選手と山村選手のコメントをご覧ください。そうですね、なかなかトスの方ではやってたんですけど、なかなか探しの方では試合がなかったので、たくさんの、お客様の前で、試合をすることができて、すごく、自分記念にもなりました。長いシーズンも続きますけど、最後は、日本一になってもらいたいと思いますので、ご支援のほどよろしくお願いします。そうですね、初めて総合グラウンドでね、このトップリーグ試合しましたけど、たくさんのね、知り合いや佐賀工業の後輩や関係者の人たちがね、すごい歓迎してくれたので、ホームのような雰囲気で、ね、試合できて本当に楽しかったです。そうですね、佐賀の皆さんいつも応援ありがとうございます。今日たくさんの声援の中で、プレーできて本当に嬉しかったです。今年は初のね、ヤマハのトップリーグ優勝を目指してまた頑張りますので、これからも応援よろしくお願いします。今日はありがとうございました。またこの日は子どもたちにラグビーの楽しさを知ってもらうイベント、初めてのラグビーも開かれました。幼児や小学生およそ150人がサニックスの選手たちと一緒に遊び感覚で基本動作を体験しました。子どもたちはサニックスの選手が蹴り上げたボールをキャッチしたり、選手に突進してトライするプレーに挑戦しました。